みもしもシリーズ、もしもピクシスがおばあちゃんになっても番組が続いていたら。伊藤美久です。おばあちゃんすぎたわ、ちょっとボケボケすぎて、で話が70歳ぐらいかと思ったらもうボケボケの入れ歯なかった、入れ歯もなかった、入れ歯ないか、食べれてなかった、ラジオの時は入れ歯持ってきてって言ってんじゃないね、おばあちゃんの年齢がね、はいね、番組ですさあ今回はこちらのコーナーをお届け、占い師萌え、はい、リスナーさんの手相や生年月日をデータに、元に、私がガチで占いをしていくコーナーです。よく考えてお金も取ってないですしね。そうなのよ、でもいい占い師ですよ、無料で占いを受けられるなんてめちゃめちゃいい番組ですよ、ここだけですよ皆さん。さあ、ウワタンさんからです。ミック占い師萌え氏こんばんは。私は今28歳で会社の5つ年下の男の子に告白されて悩んでいます。年齢的に踏みとどまってしまっているんですが、手相で今の恋愛運とか分かったりしますか？ぜひ占ってほしいです、よろしくお願いします。え、何を迷ってるの？何を迷うことがある。いいじゃん、めちゃくちゃ、そんな年齢だって若いし、28なんて全然自分も若いし、5つ下だと 23? 全然いいじゃん、ちょうどいい、ちょうどいい、え、おめでとう結婚しちゃうかもよ。見なくていい？いや、見て見てあげてよ、それはいつ頃がいいとかさ、来年。え、ね、これマジ、ちゃんと生年月日の方から見ると、はいはい、今年運気いいんですよ。で、今年が出会いの年なんですよ。え、で、来年が結婚運最高潮なんですよ。え、マジで、これマジで。2022年。だから、ほんと、あると思う。え？29歳で結婚、ちょうどよくない？めっちゃいいじゃん。うん。幸せつかめちゃうじゃん。そう。だから、運気がいい時に出会ってる人は基本的にいいと思う。ほうほう、そもそもね。自分の運気が下がってる時に出会った人は気をつけた方がいいけど、そう、自分の運気がいい時って、やっぱ運気がいいから人も選んでくれてるんだよね。うんうん。っていう考え方をするから、でそもそも今自分の運気がいいのと、このウワタンさんね。で、来年は結婚運がもうマックスなんで、来年結婚した方がいいところ。もう、いいね。そう、めちゃめちゃいいよ。運勢も今も。あともう、告白されてる時点で勝ちじゃん。そうだよ。自分がイエスって言ったらもう付き合うんだから。結婚生年出てるよ。ちゃんと出てる。しかもちょうど30ぐらいだから、ほんと29ぐらい。ちょうどいい線にありますよ。改めてちょっと結婚線ね、丁寧に説明しますと、まあね、ここですね、小指の下にあるところですね。で、ここ上に行けば行くほど年齢が上がってくる、うん、で、真ん中ら辺をちょうど25と考えるんだって。うん、そう、で、ちょうどその真ん中よりちょい上にあるから、まあ、30ぐらいかなっていうのが見てわかりますね。綺麗な手相してる、いいなぁ。結婚線はあります。でも、すごい上に一個あるから、それはもうね、さよならしてるやつな気がする。あ、離婚する？もしかして。え？そういうこと？いや、違う。二本ある、二本ある。二本は別に、大丈夫。タイミングの話。でしょ？一回逃しても二回目あるよ。なるほど、なるほど。二回目がね、真ん中ぐらいにあるよ。え？真ん中、そうね。なん、ちょい下ぐらいか。そうね。じゃ、それもう終わったんちゃう？え？わ、こん、ないないない。あれ？え？あれ？あるよ、あるあるある。あ、こっから上の話？うん、そう、こっから上の話。なるほど。そう。だからね、ミクはね、あ、でもミクも30ぐらいよ。おぉ。さ、それ逃すと、45。結構。まあでもいい、いい、いい、いい。45。いいよ、いいよ。今年。うん。ちなみにね、私ね、驚きなことにね、あるだけいい点が5本あります。
恋陽気女恋陽気女何度もいろいろでもバスついてます紆余曲折する女私は5回再婚しました5×5 バツ 5, バツ5 女性声優初のバツ 5, バツ5失敗したくない絶対私は抗うからこの手相からでもいいねじゃあちょうどいいねそうよ手相的にもねしかもなんかあのねなんていうの親指のところちょっと薄いけどなんかねここら辺にある線がね恋愛成就線みたいに言われてて、うん、親指の下の方からこう伸びる線ねそれがねちょっとねうっすら見えるんですよ上田さんただね恋愛この人と付き合っていいと思うなんか自分の運気的にも手相の雰囲気的にもね全然失敗する気配ないバツついてるバツバツついてるこれバツあれバツついてる恋愛上あでもねまた違う線だよそれ違う線うんあちょっとミクにもなんか手相あるじゃん手相それ後でちゃんと見るわうん、うん、本当だ生まれたみたいねなんかある手相が変わるっていうか、うん、ねなんかあるじゃんバツついてるそうだからいい感じ切ってないえ切ってない切っ作ったわけじゃないこの番組のために体張ったそんな体張ってないよ傷つけた張ってないキーラーでキーラーねめちゃくちゃ血出るからねキーラー傷つけた傷つけてみんなあとなんかねあのうっすらだけどねここにこういう風な線うんあるとねなんか色気あります色気わない全然ない映る全然ないね、うん、これなんか色気でこう魅了できる人わー素敵なお姉さんじゃないですか、ね、だからねわたんさん私の予想ウータンさんめちゃめちゃ綺麗なお姉さんだと思うんだよね、うん、だってまず5つ下の男の子が憧れる女性だよ憧れるっていう時点でそういう雰囲気あるよね色っぽいなってね大人だなって思われちょっと色気もある年上のお姉さんでそう包容力で思いやりもめちゃめちゃあるからねここが長い人だからねだからもういいと思うなんかいいじゃんもういいじゃんダメな点が見つからないいいじゃんねねいいじゃんねなんかもしさこうやってこの人と付き合うの悩んでますみたいな人今後いたらその人の生年月日も送ってほしい相性見たいから私相性も見れるんだ相性ねもう一回ちょっとうわたんその後のあの付き合ってからでもいいしからでもいいしちょっと、うん進展お待ちしていますめちゃめちゃいいじゃんいいなオフィスラブオフィスラブおめでとう OL ってオフィスラブって読むでしょ違うね違うの違うオフィスレディなんだあれはいこんな感じでお願いしますはい生年月日など基本データと手相の写真送ってきてください以上占い師萌えでしたピクシスの夜空の下でミーティングお送りしてきましたピクミエンディングです番組ではリスナーの皆さんからお便りお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@gokr.net pixis_rf@gokr.net ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで469回目の放送いかがでしたでしょうか。オフィスラブの憧れすごいね。いいな、5歳年下。すごい一生懸命だろうね、5歳年下の子の方も。私だと26だから21だ。大学生から好きですって言われるんだよ。可愛い。もう可愛いんだって。もう可愛い。なんで押してあげるの？だやばいやばい。あ、バツ作ろう。バツ作ろう。バツ作ろう。バツつけよう。20歳とか19とかだ。それはいかん。じゃあミクが19歳なんか連れてきたらさすがに止めるかもしれない。こちらって。ミク。弟と変わらんよ間違いないミクそうで弟より下だもんだってそうだよ3つ下だから弟あそう思うとなんか違うね弟いるとなんかちょっとリアルに考えられちゃって弟より下はちょっと無理だわやだね確かにそれは確かに私弟とかがいないから可愛いって思えるけど可愛くない全然確かに自分のリアル弟と年近いって思うとなんか急に嫌だわ同じ女もしね結婚した時に兄さんって呼べないもん兄さんの方が年下気まずーって、ね、すごいな、うん、はい頑張れ、ここまでのお相手はピクシスの豊田萌と伊藤美久でしたまた明日この屋上で会おうねバイバーイ。